はい、ピースケでサクスペやっていきます。ということで、ガチャ解説いきたいと思います。はい。で、まあ、チェンソーマンですね。チェンソーマンのコラボで、デンジとパワーちゃんが、実装という感じになっております。はい。でですね、まあ、ちょっと性能がアプリの方と変えられちゃってて、コントロールミート上限、金徳は一緒です。はい。で、パワーちゃんの方がコントロール、スタミナ、まあ、スタミナ8だったのが、コントロールに来て44になってます。はい。金徳とか一緒で、あれですね。コツイベがちょっと下げられてしまっているという、はい、感じになっています。はい。でですね、まあ、引いた方がいいかで言うと、正直ちょっと微妙です。はい。元の性能のまんまの方が、引く価値は多分高かったかなーって個人的には思ってて、今だとフリート環境なんですけど、フリートに全然刺さってないんですよね、テーブルが。うん。まあ、コツイベが高いとか、単連であるとか、まあ、そういう感じだったら結構強いんですけど、はい。で、まあ、得意練習も全然なくて、で今、まあ、デンジだと野手なので、まあ、今後ね、天明学園の方で、あれ、天明高校だっけあれ。天明の方で、まあ、使える可能性は、まあ、なくはないんですけど、まあ、ちょっと上限変えられちゃってるので、まあ、組み合わせで、ちょっとどうなのかなっていうところ、まあ、広角砲が、まあ、一応、刺さってはいるので、っていう感じですね。で、まあ、あと得意練習が、まあ、スタミナとか持ってると、天明高校ではいいので、野手でね、うん、砲玉っていうのがあるんですけど、それの、種類が、かなりいい感じではあるので、まあ、そっちで、まあ、来年つか年末以降使えるかどうかという感じ。うん、今後はちょっと多分性能違うかなって思ってます。しらすもコツ系なのでちょっと違うかなって感じです。はい。で、パワーちゃんに関しても、まあ、サイキッカ用で作られてるキャラだったんですけど、そのサイキッカで生かされているコツイベントボーナスが 140% とかになってるんですけど、それが、なくなっている、まあ、120% になっているって感じですね。で、まあ、上限8なので、まあ、スタミナで組ませたいっていうのがあっての、ところなので、まあ、そこが、いざ環境来た時にどうなるかっていうところが微妙でありますと。はい。で、まあ、あと、まあ、カモフラがね、ルミナとかぶってるんで、まあ、投手でもちょっと使いづらい感じにはなっちゃってるかなーっていうところですよね。うん。ここはすごく微妙。ただ、コントロール4、スタミナ4、ね、いいところもあって、サポートとかで入れとくと、今までだとね、131にするの結構大変だったと思うんだけど、ちょっとデッキ画面、6のキャラじゃなくても131に持ってけるよっていう感じにはなるので、パワーちゃんサポートに入れて、今までね、片方しか使えながら、こいつらとかやって、ラミー入れると、一応132。で、ここ球速とパワーちゃん入れることによって、132にはしやすくなったっていうのがあるので、まあ、それはいいかなって。今までだと、まあ、6もう1人入れないときつかったんですけど、4でもいけるよみたいな、はい、感じになっています。はい。まあ、ここ66にすると、136まで一応いけるっていう感じにはなるので、はい。まあ、必ずしも6のキャラ、絶対積まなきゃいけなくなるっていう感じでは、なくなったっていうのが、まあ、唯一いい点かな。はい。まあ、ただ、金徳が、まあ、一応選択肢あるにしろ、まあ、できたら鉄仮面カモフラージュ使いたいと思うので、まあ、それも再起化用かなって感じなんですよね。まあ、強心臓を持ってる小井川ちゃんとか、キングアーサーとかが、わりかし今の、最新環境の方で強いので、まあ、そことの金徳が合ってしまっているというところで、うん。なので、こういう使い方は一応できるという感じですね。まあ、あと、ライベだよね。アキくんが、まあ、わりかし、なんつうの、報酬の中では強そうな感じなので、まあ、ちょっと再起みたいな感じかな。強いて言うなら。佐伯みたいな感じで、まあ、金徳持ってんだけどね、しらすでは多分使えないと思います。はい。まあ、どっかで使えるか、ミート補給上限で、まあ、報酬でもらうにしては結構いいキャラだと思うので、うん。あきくん欲しい人とかは、まあ、ガチャ引いて、母体確保して、走るみたいなのは、あれこれどうなんだろう、これで普通にランキングこれなのかなあ、まあ、だったらあんま関係ないか。まあ、アイテム集めるのは有利かもしれないけどって感じか。って感じかな。ごめん。じゃあ、アキくんはあんま気にしなくてもいいかな。はい。って感じなので、うん、まあ、そんぐらいですね、ほんと。ガチデッキで使えるか、まあ、エジプトはもう全然ハマってないので、エジプトはもうスルーでいいんですけど、って感じかな。なので、今後も使わない可能性も性能を変えられたことによって、ちょっと、だいぶ少なくなってしまったかなって感じなので、うん。まあ、基本的には、まあ、スルー推奨ではあるかなと思います。はい。また、パワーちゃんの上限の、その、サポートで入れるぐらいかな、本当に。って感じなので、うん、まあ、周年とかあるんで、周年の方に、比重を置いた方が、俺はいいかなっていうふうには思いますんで、はい、無理せず引いてください。ちなみに俺、チェーンソーマン大好きだし、うん、うん、そういう別になんか批判したいわけじゃなく、めちゃくちゃ褒めたいんですけど、こういうふうな感じになってるので、まあ、だいぶ良くないかなっていうふうには思っております。はい。ということで。以上です。ご視聴ありがとうございました。だからもう、追ったりはしないかな。うん、もう俺はちょっとこれで終わりにしようかなっていうふうに思ってますんで。まあ、あと、マキマさんが、まあ、今回は来ないと思うんですけど、その第2弾以降で来た時にどうなのかなっていう、はい、感じにはなるかなと思います。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。バイバイ。